疑似科学とは表面だけの科学や誤った科学のことであり、科学的方法に基づいていると誤って考えられたり、あるいは科学的事実だと位置づけられた一連の信念のことである。疑似科学という言葉は科学哲学で伝統的に用いられてきた。科学の手法とは実験結果が再現でき、他者がマシュカン的に検証可能であるということである。 科学とはあくまで現象の再現性であり、メカニズムの解明のことは指していない。しかし、科学と疑似科学の境界線は曖昧であり、これを科学哲学では線引き問題という。過去には1934年にカール・ポパーによって反証主義が提示された。しかし現代の科学哲学者に反証主義を擁護するものはほとんどいない。1960年代以降も、 トーマスクーンのパラダイムといった様々な考えが提示され、ラウダンの線引き問題の制御により議論は下火となった。この議論とは別にベース主義が登場し、現代科学では頻繁に統計が用いられて21世紀でも議論となっている。研究結果の統計学的解析を行うメタアナリシスを通して証拠の強さを決定するが、医学を主体とした領域においては、 専門家による意見は、証拠としては、最も弱い。2002年より、イギリスの団体である、センス、アバウトサイエンス科学のセンスは、公共における、科学の理解を高め、また非科学的な誤情報を修正するために、根拠を尋ねようというキャンペーンを行っている。英語のスドサイアンスは、偽の、まがいの、似ているが本物ではないを表す数度マイナスと、科学サイエンスとの複合語である、 初期の要例としては、不都数度サイエンスは、19世紀前半に、実験生理学の先駆者とされる、フランス人生理学者、フランソワ・マジャンディが、著書プレイジー・エイラ・ラマンテイア・デフィスヨラジで、骨相学について用いた。科学と疑似科学の境界線は曖昧であり、21世紀、初頭の現代では、疑似科学という用語は乱用されている。 海外の哲学用語辞書の数度サイエンスでは、後に紹介する科学哲学のポパーが紹介されている。病的科学、偽科学、エセ科学、非科学、境界科学、プロトサイエンス、ブールサイエンスなどの異なった用法について解説する。心理学者の菊池里氏によると、日本語の疑似科学は科学性を謳っているが実際には非科学的であるものを指している。 とのことである。他にも、科学者によるデータ捏造像などの科学における不正行為の結果として流布した科学的語尾を含む知見も、やはり疑似科学とされる。病的科学という言葉は、科学者のアービング・ラング・ミューアが1989年に公表した。菊池里氏によると、病的科学と表現されるのは、通常の科学研究において起こり得る事態で、 正当な科学研究であったつもりが主観を軽視したために誤って何らかの事柄を発見してしまい、訂正されずに続いてしまうことである。偽科学やエセ科学とは、菊池里氏によると騙すために科学を装っているものである。疑似科学と科学の哲学の著作を持つ哲学者の伊勢田哲次は、偽という言葉には価値判断が含まれるため、用語法として、 疑似科学という言葉の使用にこだわっている。菊池誠は後日のシャーマーの翻訳された著作名から取ったとする。一方で、この偽科学という表現は、物理学者の菊池誠の活動によって知名度が上がったが、菊池誠自身はそのような悪意を想定していない。菊池誠によれば、偽科学には定義はなく、科学を装っているが科学ではないものという意味で、 使っているとのことである。菊池誠によれば、疑似科学の語は科学に似ていることを指し、偽科学の語が科学らしさを装っているという意味を含むのだということである。非科学とは科学ではないものを指す表現である。芸術、文学、思想など多くあり、菊池里氏によると科学とは全く別である。境界科学という表現は主流ではない科学の故障としても、 また非科学的なものとみなす場合にも用いられる。プロトサイエンスは、科学的方法を採用するが未だ至らないもの、至っているが社会全般に科学と認められていないものを指す。定着した用語ではない。英語圏においては、一般人が用いる、類義語として、ブールサイエンスブードゥーサイエンス、ジャンクサイエンスジャンクサイエンス、バッドサイエンス,バッ,エンスバッドサイエンスが用いられている。 科学的方法とは、観察、問い、仮説、実験、分析、結論から成り立つ。科学的な多数の知識、方法論、実践の決定のための基準は、分野ごとに実際は様々である。だが、多くの基本原則に関して言えば、科学者において広く意見が一致している。ケンブリッジ大学出版の科学的手法についてのゴーチの著作では、 科学の基本的な概念は、すべての実験結果が再現的である必要があり、他者によって、マシ主観的に検証可能であるということである。実験を確保するというこれらの原則の目的は、同様の条件下である、程度再現され、検証に関した仮説や、理論の妥当性と信頼性の両方を判断するための、さらなる調査を許容する。 科学的方法に求められる基準は至るところで応用され、バイアスはランダム化や偏りのない抽出手続き、冒険法、あるいは他の方法によって管理あるいは抑制される。実験や環境条件を含むすべての収集データは、精査と査読に利用するために文献化することが期待されており、結果を確認あるいは反証するようなさらなる実験や、 研究を実施することを許容している。優位の統計的な数量化、信頼区間、誤差の範囲も科学的方法のための重要な道具である。事実に基づくための事実を確認する科学的な方法は、系統だった観測、測定、実験、定式化、仮説の修正から構成される。疑似科学とは何かとするとき、漠然と誤った科学とするのではなく、 オックスフォード辞書に立ち返れば、科学的方法に基づいていると誤って、考えられている信念などと定義されている。ランダム化や二重盲検以外にも、最も客観的で再現可能な測定方法を用いているかといったことも着眼点となり、個人的な意見や単なる一例は、受け入れるべきではない。会議論協会を主催し、雑誌、 スケプテックを出版するマイケル・シャーマーがサイエンティフィック・アメリカに寄稿した記事では科学とは仮説を試し理論を構築するための方法であるため科学者がそうしたことを行ったかによって科学と疑似科学を区別することができると説明している。シャーマーの過去の著作によればデータ収集による確認を欠かさないことである。 科学哲学者のアレックス・ローゼンバーグによれば、理論の選択は観察結果に基づいて行われる。もし、理論の方が観察結果や実験と矛盾する場合には、理論の方が放棄されることが想定される。好み、心理的成功、社会的影響力、流行といった非実験的な要因は、理論の選択に理解を歪める、非科学的な影響を与える。 科学者の菊池誠が一般書で説明するには、メカニズムが不明のものを疑似科学だというのは危険であり、科学の考え方として間違っているということである。科学的事実というのは、再現性のある客観的な事実、現象が存在するということであって、メカニズムの解明を指してはいない。超伝導は、現象の発見から理論の確立まで50年かかったが、 その間にオカルトだとかいう疑問は起こっていなかったと、菊池誠は述べた。科学とそうでないものを、いかに区別や線引きしたらいいのか、そもそも線引きはできるのか、という科学と疑似科学の境界を決定する問題は、科学哲学で扱われてきた。科学哲学が登場するのは1920年代後半からで、ある。科学哲学における、カール・ポッパー、ラカトシュ、イムレ、 トーマス・クーンといった科学哲学の見解の推移を解説する。科学との線引き問題が当初扱われ、そして線引きはできないことが明らかになっていく。論理実証主義はドイツで出現し、1928年のベルリンの経験哲学協会、1929年のウィーン学団の発足による。論理実証主義者は、 科学的な命題とそうでないものを区別しようとし、検証可能性の考え方を生み出し、科学的な命題は、実験や観察による事実によって検証でき、非科学的な命題は、神の姿のように検証方法がないものであるとした。しかし科学で言われる命題は、前哨の命題であり、つまり、金属はと定義するときの金属には、存在するすべての金属を含めなければならないため、 検証できず非科学的な命題である。他にも他の条件が同じであればその現象が観察できるという実験の前提は論理実証主義者が要請するものだが、あらゆる条件の一致することはこれまでに確かめられたことはない。このため次に考え出されたのは観察して確認できた例が増えていけば確からしさが増大していくという確証可能性の考えだが、 ヘンペルの指摘によれば、実際にカラスを観察しなくても、白い髪がカラスではないというような観察によって、実際に観察していないカラスについて確証できて、しまうために受け入れがたいものであった。1934年、科学哲学者のカール・ポッパーは、科学的発見の論理で、命題というのは、それまで科学者らがナイーブに信じてきたように、機能法によって、 正しさを示せるようなものではなく、いかなる命題であれ正しさを保証することは、そもそもできないのであって、命題というのは反証されるまでの間暫定的に認められるものだとの見解を示した。反証主義である。そして反証が可能であるという意味の、反証可能性を持つ理論を科学とした。反証が不可能な理論は、科学ではないとして線引きされるという考え方である。 反証主義によれば、神の存在は、事実がないから非科学的なのではなく、これを反証するような実験を特定できないためである。間違っていると考えられるような真偽の理論は、反証を受ける可能性は高く、情報としての価値は高い。反証可能性の問題は、反証自体が、さらに反証される可能性があるため、完全に反証されることがないという矛盾があることで、ある。 これを理由として科学者集団に合意されて受け入れられているポッパーが基礎原名と名付けた命題があることをポッパーは認めた。現実に実際の科学の命題さえ物理学の完成の法則であれば外部から力を加えられない限りのように検証しようがない命題を含んでおりこのような前提を認めていくと他の記事科学とされる事例との区別はできなくなってしまう。他には デュエムが提唱し、クワインがさらに取り上げたため、デュエムクワインテーゼと呼ばれる過小決定の問題があり、補助の仮説を入れることで反証を避けることができ、このためもはや反証主義を擁護するような科学哲学者はほとんど存在しない。また、後の科学哲学者の述べるところでは、過小決定は実際にはまず生じない。また1983年のラリー・ラウダンによる、 千き問題の成果という論文以降は、千き問題はあまり論じられなくなった。ラウダンについては後で解説する。それまでの科学哲学は論理学を基盤としたが、1960年代にはすぐに述べていくが、クーンの登場によって科学史という要素が加わり、社会や集団からも考えられることとなった。クーンの理論もラウダン、ハッキング、ラカトシュといった、 科学哲学者によって問題を明確化していったが、1980年代にはそうした活動も衰えを見せ、科学的実在論論争など別の方向へ向かったが、それも1990年代に入ると下火となった。1962年のクーンによる科学革命の構造、The Structure of Scientific Revolutions は科学哲学の分野で間違いなく、 最高のヒット作だとされ、発行部数、翻訳言語の数、影響は大きい。トーマス・クーンによれば、反証例のない研究などを存在せず、そのような反証もクーンがパラダイムと呼ぶ、理論などを含む、科学の規範に適合させられていくことになる。ハンソンが提唱した、観察の理論不可性によって説明しており、同じデータでも、人によって解釈が異なるということであり、 同じデータが別のパラダイムからは見えなくなっていたりする。パラダイムと別のパラダイムとで共通の尺度を持たないという、ともやく不可能性があるため、ある研究は、あるパラダイムからは支持するように、別のパラダイムからは反省するように見えるということで、ある。しかし、適合しない反省が増えると、時のパラダイムは危機を迎え、次のパラダイムが出現する準備が整う。そうして、 科学革命が到来するのである。クーンの用語ではパラダイムシフトするのである。クーンの登場は科学哲学に決定的な影響を与え、深刻に受け止めたポパー派の科学哲学者は、1965年に国際科学哲学コロキアムの批判と知識の成長にてクーンと討論した。ポパーの下で学んだラカトシュイムレは、ポパーの反証主義は成り立たないし、 空運のパラダイムも異なるとした。ある時代ごとに科学者の集団を借り立てている特定の信念や思い込みやプログラムのようなもの、科学的リサーチプログラムがあり、そのリサーチプログラムには核となっている命題、固い核とその周囲を取り囲む命題があるとした。そして科学者の集団というのは実際にはある実験を行った結果、 彼らの意に反して反証された場合、それを素直に認めることはなく、自分たちが進行している、中心的な命題を守りたがるもので、他の命題が間違っていたのだなどと解釈することで、例えば、実験の方が失敗だったのだろうなどと解釈したり、アドホックな仮説を付け加えることで、進行対象の命題を守っている。ラリー・ラウダンは、 クーンの言うパラダイムやラカトシュの言う核のように固定的であり変更を許さないような構造は実際の科学の歴史の中では特定が困難であると指摘した。ラウダンが研究伝統と名付けるすべきあるいはすべきではないを定める思想上の命題の人揃いがあり、それらは理論ではないので確証も反証もできない。諸問題に 十分な解決能力をもたらすものがうまくいっている研究伝統であり科学の進歩は問題解決能力とし競合している場合には最も問題解決の妥当性がある研究伝統を選択すべきとしたまた研究伝統はかなりの長い間の歴史があるが理論は短命であることが多い問題解決能力を基準とすれば疑似科学とみなされる分野も 問題を解決しており、ラウダンも科学と疑似科学をはっきり区別するのは不可能だと論じた。伊勢田によると、ラリー・ラウダンによる1983年の論文ザ・デマイズ・オブ・ザ・デマーカ・ヨション・プロブレム以降は、線引き問題はあまり論じられなくなったという、科学哲学以外からのアプローチを紹介する。心理学的に確認されてきたことは認知バイアスと呼ばれるものであり、 すぐに思いついたり、近くにあるものをより高く評価してしまう、利用可能性バイアスといったものが様々に存在する。同調の心理実験は、周りの人が選択した選択に釣られてしまうということを明らかにしてきた。また、社会心理学における多くの実証的な研究によって、人間というのは、集団の場では、集団心理というものが働いていて、 多数派の意見に追随して安心したいとか少数派になることは怖いという心理的なバイアスがかかり行動、言説が変化してしまうということが明らかにされている。人間関係における力学や政治的な動機などで説の正しさが決定されることについてはマイケル・フリード・ランダーも指摘しており、旧ソ連における類戦古説を例として挙げている。 このケースなどでは、スターリンが弁償法的唯物論の証明になる、などという、間違った主義を間違った方法で根拠づけようとする、動機で類戦古説を保護、優遇し、反対に類戦古説の間違いを指摘した科学者はスターリンに弾圧され、殺された結果、当時の学会は支持者で埋め尽くされた、と歴史学者によって明らかにされている。科学者も、 自分の身が可愛いので権力者におもねった説を支持しがちになるということである。20世紀後半にはベーズ主義が登場した。実証主義の後継者は仮説を試すための科学実験の中心に確率を置いてきた。確率によるどれくらい起こりうるかという程度を取り入れることはこれまでに論じたような線引きするのをやめるということである。 が起こりやすいという確率を含む判断は、ポパーが想定した反証の形ではない。そうした理論では、認識と無関係である確率的な成功を根拠とみなすことはなさそうである。しかし現代科学では仮説を検証するために、頻繁に統計が用いられているし、量子力学の基本法則では、統計的であることが避けられないものである。ベーズ主義者は、 科学者による確率を心理的に解釈し、信念の度合い、賭けの称賛であるとみなす。主観的な側面に対する懸念については、ベーズ主義は長期に思考していくことによって、最も合理的な確率に収束していくと説明する。哲学者の伊勢田哲次は、2003年の疑似科学と科学の哲学では、線を引かずに疑似科学を判定するとして、成功している科学とどれくらい、 統計的に相関するかを考えることができると提案している。2010年の日本科学哲学会でラウダン以降語られていない境界設定の問題を再提起して実用的にベース主義を用いるという提案を行っている。集団遺伝学を築いたロナルド・フィッシャーによる統計学が発展していった。また1955年に偽薬や偽治療によっても 心理作用によって効果が出るというプラシーボ効果が発表され、従来認められていた効果が単なるバイアスやプラシーボ効果である可能性が指摘され、観察者にも誰に偽薬を渡したのかわからない計測方法である二重毛検法も行われるようになった。1990年には医学分野で根拠に基づく医療が提唱され、よりバイアスを排除できる研究や、 複数の文献をもとに評価したものほど科学的根拠が強いとし、科学的根拠の強弱の概念を採用している。こうした統計によって有効性が認められなかった方法や理論は効果のない疑似科学であると批判されることがある。境界線確定に関わる問題について、物理学者マイケル・フリードランダーによる1995年の一般書エティーザ・フリンジェス・オブ・サイエンスは、 すべての立場の要求にかないどのような批判にも耐えうる科学の定義は存在せず、同様に過去に繰り返された科学とそのまがいものの境界確定の試みもすべての人の満足を勝ち得たことはないと指摘。極端な疑似科学であれば、ほとんどの科学者は比較的容易に見分けることができるが、その周辺には明瞭に春別できない領域が存在し、 科学者でも分類に苦しむ研究報告や革新的な主張が存在すると指摘した。またフリードランダーは科学者も科学者でない人も往々にしてこうしたシャドウゾーンの微妙さを忘れがちであると指摘した。なおブライアン・マーチンによるとマイケル・フリードランダーは伝統的な実証主義の科学観に立っている。2000年以降は医学の分野では根拠に基づく医療が大きく、 展開され、統計的な有効性といった科学的根拠に基づいた診療ガイドラインが作成されるに至った。現在の文脈では、専門家の意見は最も証拠としては弱いものとされる。ランダム化比較試験によって、実際に得られた結果はより高い証拠であるとされ、こうした試験を結合して統計的に解析したメタアナリシスが最も証拠として強い。こうした 審査の過程には文献を網羅的に収集し吟味していくことが含まれる。2011年にはイギリスの科学の理解を促進する団体である科学のセンスは根拠を尋ねようキャンペーンを行った。キャンペーンは科学的証拠が公の議論の最前線にあることを確認したり、非科学的な誤情報を修正するために科学者と共同できることを目的としている。 キャンペーンの賛同には、イギリス上院科学技術委員会長、王立協会長、ロイヤル統計学会、ロイヤル気象学会、生物学会、一般微生物学会、オックスフォード大学教授、インペリアルカレッジロンドン教授、食品基準庁主任、キャンサーリサーチ UK、内分泌学会、国立リウマチ学会、多発性硬化症協会、サイエンスライターの賛同がある。 2012年4月には一般大衆によるご情報や曲解、科学についての基本的な理解不足のために団体を立ち上げたタバー案協は根拠を尋ねようキャンペーンも大きな運動となり、団体の立ち上げ当初の2002年の状況では科学者も講習とはほとんど議論をしたがらなかったが、現在では議論をするための5000人以上の科学者のリストがあるとしている。 欧米では科学者が健康情報の間違いを指摘する取り組みがあり、イギリスには市民団体の科学のセンスがある。以下は1984年思想家であるケン・ウィルバーによる指摘である。もし科学を危機器を使って実証される知識とするならば、見解は2分される。アインシュタイン、マックス・プランク、エディントンといった物理学者のように、 科学と宗教は異なる領域に属しており、宗教は個人的な価値観や信仰でしかないという見解と、実証主義者やフロイトやマルクスのように宗教は非科学的であるという見解である。しかし、一般的な教科書では、科学や科学的手法は、経験やデータに言及することで仮説を実験的に検証するという知識の獲得のための手法だと説明され、非科学は、 独断的で立証不可能な、非経験的なものである。そして、数学や論理学、心理学は科学と呼ばれており、その検証は、危機器によるのではなく、同様の訓練を受けた他のものによって、内的経験に一貫性があるものとして検証されており、これらは心的な証拠に基づくということである。そのため、科学的手法が適用可能な領域が再考されることになり、 境界線は科学と宗教との間に設けられるのではなくて経験的に検証可能な主張と検証不可能な主張との間に設けられるのである。精神の直接的知識を検証することができないという意味での検証不可能なエセ宗教はエセ科学と同じように存在している。実際に疑似科学について告発してきたのは科学出版物の著者であるガードナーや 会議論協会を主催するシャーマーのような人物である。古くは、数学者のマーティン・ガードナーが1950年頃の著書において、科学、疑似科学の区別について、区別が難しいボーダーラインのケースは常にある。黒色が様々な灰色の段階を経て白色に移るという事実があると認めつつ、だが、それは、黒色と白色の区別が難しいことを意味するものでは、 ないと主張した。そして二種類の連続体がこれに関係していると主張した。そして一つはある科学理論がどれほど証拠によって確かめられるかという実証の度合いだと主張した。この連続体の片方の端には間違っていることがほとんど確実な理論がある連続体の中ほどには作業仮説として提案されているもののデータが不足しているため、 賛否両論が戦わされている理論がある連続体のもう一方の端には正しいことがほとんど確実な理論があるといったことを主張した。ある理論がどの程度まで確証されているのかということに関してその度合いを決定するというというのは極めて困難で専門的な問題であり実際問題としてある仮説に対して正確な 確率値を与える方法などというのはまだ知られていない、とガードナーは述べた。また、ガードナーは、第二の連続体として、科学者としての資格の尺度を主張した。これにも、両極端があって、明らかに尊敬できる科学者から、同じくらい、明らかに不適格な人までにわたるとした。不適格な人と呼ぶ根拠になるのは、その理論自体を評価するよりどころになる専門的、基準である。 と主張した。マイケル・シャーマーも、科学と非科学の間には、グレーな領域があり、白黒に2分するのは馴染まないとし、例えば、新旧は、境界科学とした。日本では、疑似科学を強く批判する活動を、偽科学批判と自称する者も,もいる。活動によっては、名誉毀損や、営業妨害として、法的紛争に発展するケースもあり、 一定のリスクを伴う行為であると言える。自然科学に限らず人文科学、社会科学でも一部の学識者においては、自身の権威づけだけのために科学的な専門用語を、元々の意味を無視して、デタラメに用いる傾向が指摘されている。よく知られているのは、物理学者のアランスオカルが、このような事態への批判として、科学用語をあえてデタラメに使用した、学論文を作成し、 ポストモダン系の人文学評論誌ソーシャルテキストに投稿したところ編集者が、偽論文と見抜けずに見事に再録されてしまったことに、橋を発する、事件である。ソーカルは、その後数理物理学者、ジャン・ブリクモンと共に、地の疑瞞を発表し、ポストモダンないし、いわゆるフランス現代思想に対し、用語の本当の意味をろくに気にせず、科学的な用語を使ってみせる。 人文科学の曖昧な言説に数学的な装いを施して科学的な定裁を作り出すための絶望的な努力をしていると批判している。これに対しポストモダンにおける科学は比喩に過ぎないという反論もあったが、ソーカル等はジャック・ラカンやブルーノ・ラ・トゥールによる自身の科学的記述は比喩でないという趣旨の発言のあることを指摘し、同時に彼らの言っている科学や 数学があまりにも口頭無形であることを指摘している。なお比喩に関しては、ソーカルらは、比喩や指摘表現そのものは批判しておらず、簡単なことを難しく言うためにこうした表現を用いることを批判している。疑似科学の特徴や傾向について包括的に把握する試みはあるが、過不足なくリストなどに提示することは難しい。以下は提唱された例である。 これらは、前述の反証主義を疑似科学と決定する根拠としていたり、現在これを疑似科学を判定する基準とするには、時代遅れの様相があることに注意が必要である。マーティン・ガードナーによる指摘1952年、アメリカ合衆国の会議論者、マーティン・ガードナーは、その著書において、疑似科学者の傾向として、以下の5項目を挙げた。 現著は1952年初版であり、この分野の古典ともされる。自分を天才だと考えている。仲間たちを例外なく無知な大馬鹿者と考えている。自分は、不当にも迫害され差別されていると考え、そのような自分を、ガリレオ・ガリレイや、ジョルダーノ・ブルーノといった異端であるとして、不当に迫害された偉人になぞらえる。最も偉大な科学者や確立されている理論に、 攻撃の的を絞りたいという脅迫観念がある。複雑な専門用語を使って書く傾向がよく見られ、多くの場合、自分が勝手に作った用語や表現を駆使している。マリオ文芸による指摘理論物理学者で、科学哲学者のマリオ文芸が1984年に挙げたもの。融通性に乏しく、一般に新たな研究の妨げになる。一般に支持者は、 研究していない信奉者からなっている。場合によっては、商業的な関心から指示を得ることもある。現象のほとんどが信奉者にしか証明できず、その多くが超自然的効果をほのめかしている。根拠とする議論の多くが、時代遅れか、信頼できない文献からの引用か、証明不可能なものである。論の立て方に、明確さや守備一貫性が欠けている。数学が使われることが、 滅多になく、論理的な議論が欠けていることが多い。主張される現象の多くが、昔からあるものだが、アイデアに進展が見られない。ハインズによる、指摘1988年、アメリカ合衆国の神経学者のテレンス・ハインズは、実著において、疑似科学の傾向を、以下のようにまとめた、反証が不可能であること検証への消極的態度、立証責任を転嫁する。 イースタンコネチカット州立大学で科学を教えているチャールズ・ウェムウィンとオークランドコミュニティカレッジの物理科学部長であるアーサー・ダブルウィギンズによれば科学的推論の過程では実験を行うと何が観測されるのか予測し実験はバイアスができる可能性をできる限り除去して行われる。疑似科学とは観測者に実験のための訓練や素養がなかったり 観測した現象について誤解したり、思い込み、また肯定的な研究だけを見たり、あるいは個人的な体験談を証拠としたり、客観的でない主観的な測定法に頼るとか、または完全に詐欺師による不正のある主張である。実験結果について観測に再現性がないとか、他の研究者が追加して検証できる状態になっていない。ロバート・アーリックによる 指摘物理学者のロバート・アーリックは、疑似科学の主張は、データの扱い方が、作為的であり、想定された結論に矛盾するデータの無視、引用文献と異なる結論の同質、データや根拠及び、研究方法の非公開などといったものが見られるとしている。菊池里氏による、指摘心理学者の菊池里氏によれば、疑似科学の本質は、科学とは未知のものを、 実験や系統的な観察によって事実確認することで実証する手続きで誰でも検証可能で再現可能であるため疑似科学には科学であるために必須な手続きが欠落しているとしている。比較対象条件を軽視し人間で立証することに無理解であり条件の統制されないただのエピソード的な話題を一般化するすでに確立されている科学的知識と整合しない データの解釈が歪んでいる気候や波動は科学にも疑似科学にもなるとし、科学的に研究することは可能だとする。菊池誠物理学者の菊池誠は健康効果を謳うためには比較対象のある対象実験が必要であり、厳密にやれば二重盲検法という手法となるとしている。漢方のように効くメカニズムが未解明でも臨床的に効果があればそれは偽科学ではない。 疑似科学批判を行う者が十分な論証や、検討を示さず、非科学的、非論理的な批判を行うことがあり、これは疑似科学批判としても問題があると指摘されている。検証、論証を抜きにした頭ごなしの否定は、否定された疑似科学の主張があったかも申請ながらも、不遇の学説であるかのように語られるという、批判者の側からすれば、逆の反響を生むことがある。 疑似科学という考え方の存在によって、無名の研究者が新規性のある成果を発表した際に正しい評価を受けられず、疑似科学の一種として片付けられてしまうという弊害が指摘されている。以降に、明治大学科学コミュニケーション研究所が出てくる。なお、このサイトについては、同研究所の昼川率が明治大学の見解でもないし、広範囲であり、 不十分な専門知識で書かれているものが少なくないとしている。また菊池誠は、表情サイトの運営者が石川幹人であることからこのサイトを全く評価しないとしており、石川について科学の方法論を理解していないと思いますので、偽科学批判は無理ですと批判し、石川は疑似科学者だとしている。科学者による不正行為。 例えばデータのなどによりでっち上げられ、科学雑誌、専門誌などでルフした嘘の知識というのは疑似科学である。例えば、ジョン・ダーシーという医学研究者は、エモリー大学とハーバード大学の医学部に席を置いていたが、ダーシーが基本的なデータを捏造していることに、同僚数名が1981年に気づいた。ハーバードの科学者たちは、 ダーシーを傑出した才能の持ち主と考え、彼についてなされた告発を頭から否定していたという。この件は、ネイチャーにおいて、ウォルター・スチュアートとネット・フェダーによって告発された。別の事例では、スティーブン・ブローニングは、知的発育の治療のための医薬品についての研究について、連邦研究資金の申請を行った際にデータを偽造したことで訴追され、罪を認めた。 実験室を訪問した者が、個別のテストの値が、どれも、あまりに一致していたことから疑問を抱き、国立精神衛生研究所の調査により、ブローニングが実験結果を自分ではよく承知していた、上でデータをねじ曲げていたことが突き止められた。通常医療にも、疑似科学が混入することがあるのは知られている。世間に広く知れ渡っている、医学的俗説の中には、 医学的な正当性がないにもかかわらず医師がこれを信奉しているものもあるため不適切な医療行為の原因になる恐れが指摘されている。マーティンガードナー挙げた19世紀の骨葬学。この図は骨葬学の大脳核部位に対応する感情を示したとするマップである。大脳は精神の諸活動を司る機関の集合体であるという骨葬学の主張は 初期の脳機能極材論と言えるが、骨相学ではさらに、破壊的とか、粘着的といった個人の精神的気質は、それを司る器官の大きさに現れ、ひいては頭蓋骨の形にも現れると主張し、頭の形を調べればその人の性格がわかるとまで主張していた。科学ではなく、信仰の領域であるモノマーティンガードナーが、1952年の著書、 奇妙な論理で言及したもの。近年における根拠に基づく医療の提唱以前の、ものである点に注意が必要である。ありがとうございます。